どうも、アップメディア情報局のケンティです。今回の動画はこちら、今が始め時おすすめアプリゲーム特集。周年記念やコラボなど豪華なイベントを開催していて、今が始め時なおすすめスマホゲームを紹介するコーナーです。7月のおすすめアプリ特集第1弾となる今回は、激アツなコラボが行われるタイトルや周年記念イベントを行っているアプリを全部で6作品ご紹介していきます。このチャンネルは様々なゲームやアニメの最新情報をお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録、通知設定していただいて動画の公開を楽しみにしてくださると嬉しいです。皆さんのご意見、ご感想などコメントもお待ちしております。それでは開催日の早い順に見ていきましょう。フィギュアストーリーキズナアイコラボ、ルバースさんから6月24日に配信開始されたばかりの新作タイトル、フィギュアストーリーは 3D モデルで作られたフィギュアを題材にしたフィギュア RPG です。プレイヤーは世界で唯一フィギュアと会話できる人間として、フィギュアたちと協力し様々な敵と戦いながら冒険するといった内容で、オートで進行するバトルパートはスキルの使用タイミングなどを指示するだけの簡単操作で楽しめます。メインシナリオのバトルでは物足りない方には、タワー型のクエストや PVP など戦略性の高いバトルが用意されています。フィギュアはリアルな質感がうまく再現されており、鑑賞モードやガチャ演出一つをとっても制作陣のこだわりが感じられます。そんなフィギュアストーリーは現在バーチャルタレントキズナアイさんとのコラボイベントを開催中です。期間中にはキズナアイさんがピックアップされたガチャの開催、期間限定ミッションクリアなどで3種類のスキンが入手できるイベントを実施しています。他にもリリース直後の新作アプリということで、様々なリリース記念のアイテムが配布されておりますので、どの新作アプリを始めようか迷っている方は概要欄からダウンロードして、キズナアイコラボからフィギュアストーリー始めてみてはいかがでしょうか。ラングリスターモバイル魔人英雄伝渡るコラボ、ズーロンゲームさんから配信中の様々なプラットフォームで発売された人気作ラングリスターシリーズのスマホアプリ、歴代のキャラクターの参戦や懐かしの原作シナリオの再現などファンも納得のクオリティです。バトルシステムはまさに王道シミュレーション RPG といった内容で、兵種相性や地形効果など戦略性を高めるための要素が盛り込まれており、家庭用ゲーム顔負けのバトルが楽しめます。そんなラングリッサーモバイルは6月29日から往年の名作アニメ魔人英雄伝渡るとのコラボを開催しています。戦部渡る、忍部卑弥呼、剣部しばらくが英雄として登場しているほか、コラボクエスト虹の彼方の勇者たち、旅団クエスト時空遠征軍といった豪華報酬が手に入る期間限定イベントを実施しています。原作を踏襲したシミュレーションバトルの完成度が非常に高く、家庭用ゲームのような戦略性の高いバトルを楽しみたい方にもおすすめです。気になった方は概要欄からダウンロードして、魔人英雄伝渡るコラボからラングリッサーモバイル始めてみてはいかがでしょうか。バルキリーコネクトブリーチコラボ、 A チームさんから好評配信中の北欧神話をベースとしたファンタジー RPG、 バトルは基本的に自動で進行するオートバトルシステムが採用されていて、プレイヤーはスキルやリミットバーストの使用タイミングを指示して勝利を目指します。6月に5周年を迎えるなど長く愛されているバルコネですが、現在漫画やアニメで人気のブリーチとのコラボを実施中です。黒崎いちご、朽木ルキアなどおなじみのキャラクターが実装され、コラボキャラはアクションスキルとして挽回をはじめとする原作の技を使用することができます。さらにコラボオリジナルストーリーやゼルコーリンイベント異界の旅路朽木ルキア編、コラボ限定遠征変異フルングニル討伐大作戦を開催中です。イベントを進めるとコラボキャラ朽木ルキアが入手できるほか、イベントで入手したコインを使ってブリーチカードをプレイするとコラボ限定装備を獲得することができます。長寿アプリなだけあって安定したクオリティとなっていますので、原作ファンやお手軽に遊べる RPG を探している方は概要欄からダウンロードしてブリーチコラボからバルコネ始めてみてはいかがでしょうか。とある魔術のインデックスイマジナリーフェスト、スクエアエニックスさんから配信中の大人気ライトノベルとあるシリーズのアニメ版とオリジナルシナリオをフルボイスで楽しめるアプリ、とある作品のキャラクターたちでシリーズの枠を超えたドリームチームを組むことができるのも魅力の一つです。本作のバトルは自陣と敵陣それぞれ5マスの中で行われるカード形式のシステムを採用しており、簡単操作でサクサク楽しむことができます。そんなとある IF は7月4日に配信から2周年を迎え、それを記念した2周年記念イベントを開催しています。本イベントでは期間中にログインするとガチャを引くために必要なゲコ大使最大3000個などがもらえるセカンドアニバーサリー大感謝ログインボーナス、
伊坂美琴、食宝美咲などのフェス限定キャラクターが入手できるセカンドアニバーサリー今フェスガチャ、さらにフルボイスで楽しめるシナリオイベント、とある幻想の2周記念など、超豪華な内容となっています。その他にも1日1回10連無料などスタートダッシュを有利にするイベントも多数開催されておりますので、とあるシリーズファンの方はこの2周年記念の機会に、とある魔術のインデックスイマジナリーフェスト始めてみてはいかがでしょうか。フォトダマン5等分の花嫁コラボ、X ブラックさんから配信中の共闘言葉 RPG、 文字を組み合わせてコンボをつなげる子供も大人も楽しめる奥深いパズルゲーム、年代を問わず様々な言葉が登録されており、老若男女問わず楽しめるタイトルとなっています。そんなコトダマンは7月5日から漫画やアニメで人気の作品5等分の花嫁とのコラボを実施しております。いちか、にの、みく、よつば、いつき、すべての5つ子が2022年に公開予定の映画のウェディングドレス姿で登場するコラボ召喚を実施するほか、5等分の花嫁ダブルインテグラルの内容について出題される計6種のクイズクエストすべてに参加すると、上杉風太郎と交換できる風太郎のリングノートや5つ子の進化素材、強化アイテム5等分の花嫁専用おめでたいなどを入手できるイベントを開催しています。今回のコラボ開催に先駆けて、ことだまんの公式 YouTube チャンネルでは、風太郎のことだまん遊び方講座と題し、風太郎が5つ子たちにことだまんの遊び方について解説した動画を公開しておりますので、初心者の方も一緒に勉強してイベントを楽しみましょう。気になった方は概要欄からダウンロードして、5等分の花嫁コラボからことだまん始めてみてはいかがでしょうか。ファイナルギア広角機動隊コラボ、ビリビリさんから配信中の荒廃した世界を舞台とした美少女クラフトメカ RPG、武器、胸部、背部、脚部の4つのパーツからなるメカのカスタマイズ要素と100以上の魅力的なパイロットの育成要素でやりごたえ満点のタイトル。バトルは横スクロールシューティングのアクションになっており、爽快感のある弾幕戦と敵の攻撃を避けるスリリングなバトルが楽しめます。またオートバトル機能も搭載されているので、あまり時間が取れない時でもサクッとプレイすることができます。そんなファイナルギアは7月6日から近未来 SF の金字塔広角機動隊シリーズの広角機動隊 SAC2045 とのコラボイベントを予定しています。イベントでは草薙素子、馬頭、江崎プリンとそれぞれの対象専用機である立ちこまも登場、さらにコラボ限定ストーリーの開催も予定されています。やり込み要素がかなり多く、バトルもやりごたえのある本格アクションゲームとなっておりますので、メカ好きの方だけでなく原作やアニメの広角機動隊が好きな方は概要欄からダウンロードして、広角機動隊 SAC2045 コラボからファイナルギア始めてみてはいかがでしょうか。ということで、今が始め時おすすめアプリゲーム特集でした。他にも皆さんの気になるアプリや動画の感想などありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでください。また動画で紹介させていただいたタイトル以外でも、今が始め時だよというスマホゲームがあれば、そちらもぜひコメントで教えてください。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルはさまざまなゲームやアニメの最新情報をお届けしておりますので、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。